現代アメリカを代表する劇作家であるジョン・グアーレの戯曲あなたまでの6人が私に近い6人の他人というタイトルで映画化された時、登場人物がセリフとして述べた深い洞察があります。どこかで読んだんだけど、地球にいるすべての人間はたった6人で隔てられているだけなんですって。6時の隔たりって言うらしいんだけど、知人の知人という連鎖をたどっていくと、私たちと地球にいる他の全員の間にはそれだけの隔たりしかないんですって。アメリカ合衆国大統領とも、ベニスのゴンドラの船頭とも、誰であったとしても、私たちがそんなに近い存在だなんて、なんだか元気が出てくるわね。だって、正しい6人を見つけるだけで結びつくことができるわけだから。すべての人が新しいドアで違う世界につながっているっていうのは、とても深遠な考えね。私とこの地球上にいる他の全員との間には6時の隔たりがあるだけ。でもその6人を見つけるのが難しいのよ。その通りだと思います。あなたも私もこの地球上にいる他の人たちからせいぜい6人で隔てられていると考えると、何か深遠なものを感じます。セリフに込められている難しい問題、あなたとあなたがたどり着きたい人物を結びつけてくれる正しい6人を見つけ出すことに関しても、まさにその通りだと思います。私は死ぬまでにぜひ会ってみたい人々100人の男女のリストを作り、ヒーローリストと名付けました。引き寄せの法則によれば、私たちは心で集中しているものを引き寄せるそうですから、このヒーローリストは私が最も尊敬している会いたい人々と私を結びつける手助けをしてくれるものと期待しています。6時の隔たりの法則のおかげで、正しい人々の連鎖を見つけることができ、会いたい人に会えたことは一度ならずあります。自分でもいつも驚くのですが、私のリストに載っている人たち、有名人、ビジネスリーダー、プロの講演者などと、しょっちゅう空港ですれ違ったり、同じ会場でスピーチをしたり、たまたま同じ店でランチを取ったりします。ヒーローを書き出すという行為そのものが、自覚を促して彼らが近くに来るとそっと教えてくれるのかもしれません。あなたもヒーローリストを作り、会いたい人々を書き出してみてください。その行為と思いが素晴らしい出会いを引き寄せてくれるはずです。そしてもう一つおすすめしたいことがあります。マスターマインド同盟を作ることです。マスターマインド同盟とは、明確な目標を達成するための2人ないしはそれ以上の人たちによる調和された知恵と努力の協力関係という言葉で、ナポレオン・ヒルが定義しています。自己啓発のパイオニアであるヒルは、その著書「思考は現実化する」の中で
人生の質を改善し、欲しいものを手に入れたいのであれば、マスターマインドグループを作りなさい、と進めており、二つの心が一つにまとまるとき、見ることも触れることもできない、もう一つの心が生まれる。それが第三の心だ、とも述べています。マスターマインド同盟を築くためには、まず、あなたが何かを学べそうで、グループのメンバーとして協調できそうな人を3、4人見つけてください。この同盟は総合利益が目的ですから、あなたは受け取るものと同等のものを返さなければなりません。有望なメンバーに接触して、週に一度のミーティングから始めましょう。お互いに抱えている問題を議論したり、意見を聞いたりするのはもちろんのこと。さらなるバランス、満足、内なる安らぎを持って生きる方法とともに、望ましい結果を生んだ成功の法則や人生の教訓を交換し合うのです。このマスターマインド同盟は、人生というゲームを早く学べるだけでなく、楽しく遊ぶための手助けをしてくれることでしょう。